お、大、あ、おい。しっかりしろ。目を覚ませ。よかった。君、大丈夫か？どうしてこんなところにいるんだ？意識がはっきりしないみたいだな。よし、落ち着いて、まずはゆっくり自分のことを思い出すんだ。思い出せたみたいだな。何があったのか話せるか？そうか、街を歩いていたら暗い裂け目みたいなものに吸い込まれたと。ちょっと待っててくれ。すみません、時のほころびに飲み込まれた民間人を見つけたのですが。わかりました。ではそのように。お待たせ。君には俺と一緒に来てもらう。ここから脱出するんだ。ああ、自己紹介がまだだった。俺の名はトランクス、タイムパトローラーだ。さっきまで意識を失っていたんだ。まずは体に異常がないか慎重に動かしてみよう。よし、特に怪我はしてないみたいだな。じゃあ出発しよう。こっちだ、俺についてきてくれ。ここは時のほころびといって、時間や空間が乱れた場所なんだ。君の生きている時間や過去、未来が混ざり合った状態で存在している。俺はこの時のほころびを閉じる任務でここに来て君を見つけたんだ。あれを見てくれ。あれはタイムパトロール本部から転送されたスーパータイムマシンだ。あれを起動させられれば
この周辺すべてを正しい時間の流れに戻せる。俺たちも同時にこの時のほころびから脱出することができるんだ。ただそのためには起動キーを探して決められた場所にセットしなければいけない。すまないが、その作業を君にも手伝ってほしい。そこに箱があるだろう。本部から転送されてきた支援物資だ。物資には起動キーも含まれているんだが、時空を超えてたくさんの物資を送るのはとても難しくてね。送り先が定まらなくて何が入っているのかわからない。だから最終的に人の手で中身を確認していくしかないんだ。そっちの箱を頼むよ。俺はこっちの箱を見る。それが起動キーだ。それを決まった位置にセットする必要がある。さあ行こう。ここだ。さっき見つけたキーを設置してくれ。まずい、急いでここを離れるんだ。危ないところだった。ねえ、ちょっと助けてくれません？これは君の友達か？え、あまりよく知らないけど同じ学校の人だよ。名前は確かナレジだったかな。まだ間に合うな。これを使ってその人を蘇生してやってくれ。俺は外を警戒する。確かシャオンさん、どうしてここに？それは私も知りたいよ。意識ははっきりしてるし大丈夫そうだな。ねえ、一体どうなってるの？ここはどこ？そうだ、一体何が起きてるんです？時のほころび、そんなことが現実に起こりうるんですか？じゃあやっぱり外のあれはセルなのか？
昔地球を恐怖に陥れた恐ろしい化け物の一人。すごいぞ、この目で実際に見ることができるなんて。もっと近くで見たい。冗談でしょ、私はごめんよ。早くスーパータイムマシンを使って逃げようよ。ああごめん、君の言う通りだ。起動キーを探さないといけないんだったね。それにしてもタイムマシンとは信じられないことだらけだよ。さあ、いつまでもここでこうしてはいられない。出発しよう。起動キーってこれ？結構大きいんだね。よし、設置場所に急ごう。ここにセットすればいいの？私がやってもいい？ああ、僕がやりたかった。へえ、こうなるんだ。すごい、かっこいい。よし、起動キーがスーパータイムマシンに信号を送っている。すぐ起動システムが出てくるぞ。まずい、セルが起動システムに気づいたみたいだ。俺がセルの相手をする。その隙に起動システムをコントロールしてくれ。ちょっと、コントロールってどうすればいいの？大丈夫だ、画面に指示が出るようになっている。頼んだぞ。トランクス、俺が相手になってやるぞ、セル。強気なセリフだな、トランクス。早く早く！まだか、早く起動してくれ。こっちだ。俺の上司に今後の指示を仰がなくてはね。君たちのような普通の人をこんなところに連れてくるのは異例中の。な、時のほころびが。これを受け取れ。聞こえるか？無事で何よりだ。残念だが、君はまた時のほころびに飲み込まれてしまったんだ。すでにそちらには支援物資とスーパータイムマシンの転送が完了しているはずだ。だが、すまない。俺は今すぐそちらに行くことができない。友人のタイムマシンがメンテナンス中なんだ。だが、約束する。時間はかかるかもしれないが、必ずそちらに行く。それまで君にはスーパータイムマシンの起動を準備してほしい。
そうだ、さっき渡した装備を身につけてくれ。銃が入っているだろ。近くに何か。ああ、そこの木箱に向かって撃ってみよう。うん、ちゃんと動作しているな。強力な武器ではないけど、助けにはなるはずだ。じゃあ、行動を開始してくれ。頑張れ、必ず助けに行く。ねえ、そこの人、ちょっと待って。おい、俺を置いて先に行くんじゃねえよ。やっと私たち以外の人に会えたわ。ねえ、ここどこなの？西の都に帰りたいんだけど。じゃあ、生きて帰るためには起動キーってのを探さないといけないのか？めんどくせえな。あてもなく探すんじゃ時間がかかるわね。それってどういうものなの？起動キーってやつ。どういうものか分かればレーダーが作れるかもしれないわ。俺だ。どうかしたかい？え？生存者を見つけた？ちょっと待って、モニターする。母さん？あ、いや、なんでもない。なるほど、起動キーのレーダーか。わかった、通信機を彼女に渡してくれ。もしもし。ああ、どうも、挨拶はいいから。うん、なるほど、周波数は？うん、オッケー。手持ちのレーダーを改造すればすぐね。ちょっと待ってて。できたわよ。はい、これ使って。こういうことだけは有能なんだよな。そのレーダーに光の点が映ってるでしょ。そこに起動キーがあるはずよ。でしょ。やっぱり私天才なのよね。じゃあすぐにそれを設置しに行くわよ。まずいな、セルが起動システムに気づいた。破壊されないようにしてくれ。大丈夫だ、装備の中にトランスボールというものを入れておいた。トランスボールには昔この世界に存在していた戦士の魂が宿っている。そのトランスボールから戦士の力を引き出して君が戦うんだ。
一応やってみっか。いくよ。言うのが遅くなってしまったが、エネルギーが切れると元に戻ってしまうんだ。先に言いなさいよバカ。すみません。ちょっとどうすんのよ。まだ手はあります、母さん。いえ、ブルマさん。あれ、私名前教えたっけ。そんなこと今はどうでもいいんです。よく聞いてくれ。これからタイムマシンで君たちを迎えに行く。しかしこちらからでは君たちの正確な場所がわからない。そこで呼び出しビーコンを送ったから、その場所へ行って座標を教えてくれ。それがビーコンだ。早く。よく頑張ってくれた。さあ早く乗って。ねえ、これ一人乗りじゃないの。足にしがみついて。しょうがねえな。みんな無事でよかった。あら、あんたよく見たら結構いい男じゃないの。あ、どうも。お前な。あの、ここはどこなんですか。家に返してもらいたいんだけど。君たちには悪いんだけど、いつまた時のほころびに飲み込まれるかわからない。周りを巻き込まないためにもしばらくはここに留まっていてほしい。いつか事態が解決したら必ず家に帰すと約束する。この場所には生活に必要なものは揃ってるし、生き残るための施設も揃ってる。俺たちタイムパトロールも協力を惜しむつもりはない。力を合わせてこの事態に立ち向かおう。ようこそ。ようこそ。いいもの入ってるよ。
いもの入ってるよ。約束でしたよね。地獄以上の恐怖を見せてあげるって。こちらトランクスだ。聞こえるか？スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。
動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。感謝しろよ。やべえよ。誰かいないか。近いぞ。まずいか。味方が倒れているぞ。救助できないか。また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。誰かいないか。仲間が助けを必要としてるぞ。
ここはどこだ。誰かいないか。やべえよ。味方が倒れているぞ。救助できないか。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。こちらトランクスだ。聞こえるか、スーパータイムマシンや。必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントを設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。誰か、ありがとう。誰か助けて。あんたも気をつけてな。起動機が見つかったな。敵に向かってくれ。
仲間が助けを必要としてるぞ。助かった。味方が倒れているぞ。救助できないか。仲間が助けを必要としてるぞ。大丈夫か。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。
やばいか。近い。おいおい。